イリーナ・スルツカヤ、イリーナ・エドゥアルドブナ・スルツカヤ、1979年、2月9日帯、は、モスクワ出身のユダヤ系ロシア人元女子、フィギュアスケート選手。身長160センチ。ロシアでの愛称は、イラ。ソルトレークシティオリンピック銀メダリスト、トリノオリンピック銅メダリスト、長野オリンピック5位入賞。世界選手権、優勝2回、欧州選手権。 優勝7回、GP ファイナル優勝4回など。欧州選手権優勝回数は、女子シングル歴代最多の7回を誇る。また、GP ファイナル優勝4回を含む、GP シリーズ通算十7勝も、女子シングル歴代最多記録である。モットーは、Never Fall Down、決してくじけない。鳥のオリンピック後、笑顔で、ザッツライフ、それが人生とコメントした。 フィギュア界の友人には、女子ではアメリカのミシェル・クワン、男子ではアメリカのジョニー・ウィアーや同国ロシアのエフゲニー・プルシェンコなどがいる。プルシェンコとは子供の頃から大変仲が良く、一時期には恋愛関係のゴシップまで出た。プルシェンコのコーチアレクセイ・ミーシンは、ロシア国籍の有力選手やコーチが次々とアメリなど外国に流出していく情勢の中で、 ロシアに残りトレーニングを続けているのは、鶴ルツカヤとプルシェンコだけだと語ったことがある。過去に何度も来日しており、日本にも根強いファンが多かった。バルスという名の秋田県を飼っており、また像が好きで、象の縫いぐるみや置物も集めている。モスクワ市内の病院で、ロシア人の母ナタリアとユダヤ人の父、エドゥアルトの長女として誕生した。生来身体が弱く、医者に、 外でのスポーツを勧められた。4歳の時にフィギュアスケートを始め、6歳からジャンラ・グロモアの指導を受けた。現在まで彼女のコーチは、グロモアただ一人であり、スルツカヤも強い信頼を寄せている。1995年、世界ジュニア選手権で優勝。1996年、ヨーロッパ選手権で、ロシア女子選手初の優勝を飾る。 同1996年の世界選手権では初めて銅メダルを獲得した。1998年の長野オリンピックショートプログラムワルツではコンビネーションジャンプでトリプルルッツの予定がダブルルッツとなる失敗を犯し5位スタートとなる。その後フリースケーティングロシア民謡ではトリプルフリップで手をつくミスがあったものの 三回転トーループマイナス三回転トーループのコンビネーションジャンを成功させ、技術点、芸術点ともに高い評価を受けた。しかしメダルにはあと一歩届かず、総合で5位入賞に止まった。長野五輪直後の世界選手権では、優勝したミシェルクワンに次いで銀メダル獲得となった。1998年から1999年シーズンの ロシア選手権は4位に終わり、1999年の世界選手権は代表の選考から漏れた。低迷の大きな要因は、思春期で体重増からジャンプの失敗が増え、特にルッツジャンプが飛べなくなったことによる。その後激しいスランプに陥り、スケートをやめることさえ考えたという。友人で後に、夫となるセルゲイ・ミハイエフが彼女を支えて、減量に成功。 再び世界の舞台に挑むことになった。1999年8月6日にモスクワ市内のロシア正教会でセルゲイと結婚した。2000年にフランスのリヨンで開催されたグランプリファイナルのフリースケーティングドンキホーテにおいて3回転ルッツマイナス3回転ループのコンビネーションジャンプを成功させ、さらに3回転マイナス3回転の コンビネーションジャンプを成功させ技術点で6.0満点をマークして優勝した。2001年にカナダバンクーバーで開催された世界選手権のフリースケーティングドンキホーテにおいて3回転サルコーマイナス3回転ループマイナス2回転トゥループのコンビネーションジャンプをなさせたがさらに難易度の高い3回転ルッツマイナス3回転ループマイナス2回転ループの コンビネーションジャンプに挑戦するもループでステップアウトして不完全な評価となった。結果、ミシェルクワンに次ぐ2位に終わった。ミシェルクワンを抑えて優勝候補の筆頭に挙げられて臨んだ2002年のソルトレークシティオリンピックではショートプログラムセレナーデでミシェルクワンに次ぐ2位につけ。フリースケーティングトスカでは SP3 位の公演がジャンプのミスで順位を落とし、 首位のクワンがジャンプの連続ミスで優勝を逃した直後に最終走者として登場したフリーを得とするスルツカヤの優勝が確実と見られて臨んだが3フリップで大きくバランスを崩したり予定していた3回転マイナス3回転のコンビネーションを組めなかったことなどが響いて2位となり総合でもフリーで1位となったサラヒューズに大逆転され銀メダルに終わった キスクライでは笑顔を見せていたスルツカヤだが舞台袖で号泣した姿が全世界にテレビ中継された舞台袖でスルツカヤはプレゼンテーションの評価がなぜ低いのかこれでは採点する意味がないとジャッジに対する不満を泣きながらカメラを背にして訴えたコーチのジャンナ・グロモアはスルツカヤを背後から抱きしめて慰めた オリンピック後の長野で開催された世界選手権ではショートプログラムで完璧な演技を披露し1位、芸術点で2つの6.0の満点が出た。フリースケーティングでもミスのない演技で1位になり、念願の世界選手権初優勝を果たした。2002から2003シーズン、2003年にロシアサンクトペテルブルクで開催されたグランプリファイナルのショートプログラムが終了した夜に、 母が重い腎臓病を患っていることを知らされる。母は意識不明の渋滞に陥るが、チームドクターの適切な処置のおかげで、奇跡的に一命を取り留めた。しかし長期療養が必要だという事実は、彼女に大きな衝撃を与えた。この影響からか翌日のフリースケーティングには、出場したものの、終始険しい表情の演技で精裁を書き、2位に終わる。その後、 事前に選出されていた、世界選手権では2連覇がかかっていたが、出場事態となった。しかも彼女の負担が日に日に増す中、同2003年中に彼女自身までもが、自己免疫疾患、抗酸球性多発血管炎性肉が首相にかかり、機関支援を併発、一時期は歩行も困難になった。トイレには張っていかねばならず、ストレスで毎日泣いていたという。 2003から2004シーズン、復帰は非常に困難と思われていたが、ロシアスケート連盟の要請でドルトムントで行われた世界選手権へ約1年ぶりに競技会へ復帰出場。病気が感知しない中の出場であり、練習不足から制裁を欠いた演技で9位に終わった。ものの、キスクライデの彼女は久々の復活に嬉しそうな表情を見せた。 2004から2005シーズンは長期のブランクを全く感じさせない強さでグランプリシリーズ中国杯ロシア杯グランプリファイナル欧州選手権世界選手権でいずれも圧倒的なリードで優勝した特に地元モスクワで開催された世界選手権ではフリースケーティングワンダーランドで3回転ルッツマイナス3回転ループに成功 結局3回転ループを3回飛んでしまったため、最後のジャンプは無効になったが、それでも高い技術点を取り、演技構成点では5つの要素のうち4つが8点台で、130点を超える得点を獲得し2度目の優勝を果たした。2005から2006シーズン、グランプリシリーズに連勝。中国杯では、ショートプログラムで自身初の70点超えを果たし、ロシアでは、 フリースケーティングとトータルスコアで最高得点をマークし、だが2005年12月17日に東京国立代々木競技場第1体育館で行われたグランプリファイナルではショートプログラム死の舞踏でいくつかのミスを犯し2位、フリースケーティングでも2位で総合2位に終わり、優勝は新鋭の浅玉を昨シーズンより続く連続優勝記録がストップした。その後、 12月下旬に、ロシア火山で開かれたロシア選手権は、インフルエンザのため欠場した。2006年1月に、リヨンで開催された欧州選手権で7回目の優勝を果たし、ソニア・ヘニー、カタリナ・ビットらの記録を抜いて、同大会の史上最多優勝記録を更新した。優勝間違いなしと思われていた2006年、トリノオリンピックでは、SP で難度の高い要素を次々に披露。 中でもダブルアクセルは解説の佐藤ゆ香に絶賛された。技術点はトップであったが演技構成点では彼女の思ったほどの高得点が出ず1位のサーシャ公演と僅差の2位となった。最終滑走となったフリーでは過去2年間で一度も犯したことのないミスが次々と出てしまった。前半でコンビネーションジャンプの予定が単独となったり中盤では トリプルフリップがダブルになるなどのミスが続き、さらに後半には得意のループジャンプで点灯、全体的に制裁を欠いた演技となった。その結果、荒川静かに逆転を許し、SP 主位の公演を逆転することもできず同メダルに、終わり、悲願の後、我が根メダル獲得はならなかった。2006年11月6日、現役引退を表明したと、ロイター通信が報じた。 なおそのご引退は誤報であったと、ロシアのニュースサイトは謝罪コメントを掲載。スルツカヤ自身も、その直後否定声明を出し、さらにエージェントのアリザカリアン、ロシアスケート連盟現会長のピセエフラも、否定していた。しかし、トリノ五輪以降は、世界選手権をはじめ、フィギュアスケート競技会にはほとんど登場していない。2007年1月4日に、 長野のビッグハットで開催されたジャパンスーパーチャレンジにゲストとして登場し EX プログラムを披露。2007年4月に初めての妊娠により当面の競技超出演休止を発表。2007年11月15日にロシアの病院で第一種となる男児アルチョムを2 3 0 0ムと軽量ながら低王切開を行い出産。 スルツカヤは出産後も復帰できるように体調管理をしていたが、子育て中に競技会へ自分を借り立てるものがなくなったと語り、出産した今、目標を定めてはいない、競技会へ戻る理由がない。だってほとんど全てのタイトルを手中に収めたからとも語った。出産後は、ショービジネスのキャリアをはじめ、2007年12月からロシアのアイスショーに出演している。 2008年には国際ユダヤ人スポーツの殿堂入り。2010年10月に第二子となる女ジ児ジを出産した。2011年にはバンクーバーオリンピック金メダリストのキムヨナ主催のアイスショーに出演。2012年10月5日に行われた第1回メダルウィナーズオープンに出場し、6人中3位に入賞した。 2014年ソチオリンピックの親善大使に選ばれ、フィギュアスケート会場に姿を現した。2015年1月第2回メダルウィナーズオープンに、出場し6人中5位。ジャンプの技術が高く、女子で初めてトリプルサルコー、トリプルループ、トリプルルッツ、トリプルループの2回目にトリプルループを持ってくる、難易度の高い連続3回転ジャンプを2つ、こうさせた。 高い柔軟性を活かした完成度の高いビールマンスピンを左右両脚で回ることができる。左足、右足と軸足を変えての連続でのビールマンスピンを世界で初めて披露した。左足は美しい姿勢からのレイバックスピン、右足はドーナツスピンからビールマンスピンに移行する。また、ビールマンスピンのポジションからのスパイラル、ビールマンスパイラル世界で 初めて披露した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。